初めてのボーナス、はい、スーパーポジティブティーチャー福です。ただいま、ね、ポジティブダイエットやっております。11月の10日から65キロあった僕の体重を58キロに12月31日までにするというですね、チャレンジでございまして、ただいまの僕の体重が 58.05 キロで、あと 50g というところになりました。はい、もうですね、12月31日もう1週間切ってるんで、必ずですね、僕は達成して腹筋をバッキバキにしたいと思います。はい、そしてですね、今日のお話なんですけども、初めてのボーナス。僕です、飲食業界長いんですよ。もうですね、20歳の頃からやってるんで、もう約19年です。19年間ですね、僕は飲食で働いて、今までボーナスというものをもらったことがございませんでした。まあ、飲食業界のね、会社っていうのはなかなかボーナスというものはですね、まあ、どこの会社も厳しくてですね、出してない会社がほとんどです。はい、インセンティブみたいなもので自分の管轄しているエリアとか、お店とかの売り上げが何パーセントまでいけばインセンティブという形でお金が入るというのはあるんですけど、ボーナスという形、一般的に取られているものというのは基本的にそんなにないんですね、飲食の会社の中では。その中で僕ですね、今昼間に割烹料理のお店で働いているというのはですね、ご存知の方もいると思うんですけども、僕はそこの昼間の店長をやってるんですね。で、もちろんそれは正社員の雇用ではなくて、アルバイトでお手伝いという形で行ってるんですけども、なんとそこのですね、お店から初めてですね、ボーナスというものをもらいました。めちゃくちゃね、嬉しかったし、アルバイトの子たちも本当にね、こんなに今まで笑顔だったのっていうぐらい、ありがとうございますみたいな笑顔でありがとうございますとですね、言えておりまして、僕はですね、すごい感動しました。今ね、コロナで飲食店が軒並み潰れてます。はい。で、そこの割烹料理のお店もですね、ランチの客数も減っておりますし、夜の予約も減ってるんですよ。団体の予約もほとんど入らなくなってます。そんな中ですね、親方がくれたこのボーナスの意味、これを考えた時に、僕は同じね、ある意味経営者としても、アルバイトとしてのスタッフとしても、本当にこの意味を考えるともう涙が出てきますね。今までそこの8年間経営しているそのお店でボーナスというのを渡したことは今はなかったそうなんです。でも今のこの厳しいコロナ禍の状況でボーナスを渡すという意味ですよね。はい、別に売上がめちゃめちゃ良くなったから、よし、じゃあボーナスを渡そうというボーナスではなくて、今まで当たり前に働いてたことは当たり前ではなくて、本当にお客様に感謝して、そして働いているスタッフに感謝しての、その本当にボーナスという形の愛です。これはこれをですね、僕はいただいて本当に僕は嬉しかったです。嬉しかったと同時に、この重み、とてつもないこのボーナスには重みが僕はあると思いました。このね、重み、この親方の愛というか、まあ、それをですね、僕は感じて、これからね、12月の29日までお店営業あるんで、もう自分が出せるね、今まで全力出してたんですけども、さらにもっとしたい、もっと来てくださるお客様に喜ばしたい、一緒に働いているスタッフが働きやすい環境を作りたいという気持ちになりました。このね、初めてのボーナスがこんなに思いのある素敵なものであったことっていうのは、僕は一生忘れないと思います。本当にボーナスいただけてありがとうございます。そして、今これをですね、見てる方々も、ボーナスがカットされちゃったね人もいると思うし、ボーナスが出たけどすごい金額がね、今回コロナがあって少なくなったところもあると思います。はい、でもやっぱ働けてね、今いるだけでどれだけ幸せなのかというところの感謝と、必ず光は見えますので、まあ、そこをしっかりとね、希望を捨てずに、今できること、今までできてたけど今できなくなってしまったことをしっかりともう一度原点に帰って、お客様に喜んでいただく、働いている人たちに喜んでいただく、胸を張れる仕事をする、そういうふうにですね、このコロナ禍を乗り越えてみんなでいきましょう。ということで、以上、毎日
ポジティブでした。ご視聴ありがとうございます。